Sorry? Is she a movie star? She's a movie star, yeah. Yeah. I'm a TV announcer. Okay, okay, okay. その辺のアジア、ナマステ。今回特別にサリーを着させていただきました。いや、華やかですね。すごい。これ、すごく似合ってますよ。ありがとうございます。インド人もびっくり。インド人もびっくり。すごい。これ本格的なインドの民族衣装なんですよ。はい、いや、これもシルクですもんね。で、こういったこのアクセサリーなんかも華やかだな。花嫁さんのアクセサリーなんですよ。そうなんですか、はい、この指に見えます、すごい綺麗なんですよ。こういう風に腕とあと指にこうやってはめていく形で両手につけます。で、首にもこういう風にネックレスを2つつけていただいて、でなんかサリー着るときに結構なんか、ま、巻く感じなんですね。そうなんですよ。サリー1枚は布5メーターなんですよ。あ、へえ。布5メーターは服になります。暑くてもう涼しいなんですよ。あ、これは夏も冬も着るんですか？もう年中も着る。豪華な気持ちになります。マハラジャはもう皆様、女性のお客様を予約してくれたら、はい、もう100着サリー持ってますので。100着、はい、インドの文化をあの本格的に皆様に見せてあげたいんですよ。それでサリーを着てインドの家庭料理を食べて、で99円の飲み物を飲んで、生ビールハイボール中ハイバーずっと99円で売ってるんですよ。お買い得ですね、はい、99円ですって。インドの言葉をちょっと勉強してきたんですけど、はい、発音教えてもらってもいいですか？はい、どうぞ。まず、ナマステ。はい、合ってます。合ってます。ナマステ。ナマステ。これ、ナマステするとき、ナマステ。ナマステ。やっぱり手を合わせて。手を合わせて、ちょっと頭を下げる。ナマステ。ナマステ。そうそうそう。で、あとは、ありがとうが、はい、ダンニャバード。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 ありがとうございます。ダンニャバード。ダンニャバード。あとは、おいしいっていうのは、スワディシュト。スワディシュト。スワディシュト。オッケーです。スワディシュト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 。あと、アッチャーっていうのも出てきたんですけど。グッド。アッチャー。グッド。アッチャーはグッド。いいねっていう。グッド。いいね。そうそう。アッチャー。いや、使いますね。ちょっと、インドに旅行行くときもですし。こちらのお店でも、このインドの言葉で。あ、よし、ちょっと待って。ダンニャワード。通じた気がする。こちらは、昼のマハラニランチでございます。あ、豪華。こちらは漬物で、はい、サラダ、はい、カレー3種類、チキンティッカマサラ、チキンティッカマサラ、ティッカはあの骨なしのタンドリーチキンのカレーなんですよ。こちらはオクラカレー。オクラカレー、インドでオクラのカレーいっぱいありますよ。そうなんですか。で、こちらはバターチキンでございます。定番の美味しいカレーですね。はい、食べ方は右手で、これナンをちぎって、でつけて食べるんですよ。左手は使って？左手はあんまり使わないんですよ。あ、それどうしてですか？あの、インドでは左手はトイレの時使うから、なるべく左手は使わないんですよ。そういうことなんですか。はい、じゃあ今回ちょっとインド式の食べ方でいただきたいと思います。はい、こちら、右手だけでちぎるのをやってみます。頑張ってください。はい。右手だけだ。やりました。いけた、いけた。来ました。ではカレーを。おいしい。あっちゃー。あっちゃー。オッケーオッケーオッケー。自家製のなんですか？そうです。あの、中に釜がありますので、そこで。わー、オクラカレー。こう挟んで、挟んで、そうそうそう。美味しい。オクラの粘り気がいいですね。はい、美味しいですよ。では、バターチキンカレーです。ダンニャワード。同じインドカレーでも、はい、南インドか北インドで違うと思うんですけど、はい、もう全然違います。どういう違いなの？同じ国だけど、もう本当に海外みたいな感じ。言葉も違う、文字も違う、ご飯も違う。
このなんとか南はないです。え、そうなんですか。これ北のインドのなんですよ。南はではナンではなくライス。南はご飯。文化の違った。文化の違い、はい、広いですもんね、インドも。インド広いですよ。こちらはマライカバブっていうんですよ。マライ、うん、こちらはシシカバブ。こちらチキンティッカ。あのタンドリーチキンの骨なし。見た目辛そうだけど辛くないです。そうですか。シシカバブからいただく。はいはい、温かい。いや、さすがインドの香辛料って感じですね。そうでございます。ふわーっと広がります。マライカバブ。マライカバブ。マライが鳥っていう意味。マライはあの生クリーム、生クリームにかけて一晩寝かしてから釜の中に焼くんですよ。鳥用ですか。鳥用、はい。生クリーム味かのかな。まろやかな。本当だ、まろやか。おー、噛めば噛むほどちょっと甘さがしっかりギューッと詰まっているのが分かります。チキンテッカにはヨーグルトにかけて一晩寝かせてから焼くわけ。辛いイメージがありましたけど、インド料理って、はい、そういうふうに生クリームだったらヨーグルト。あ、いろんな味がございます。はい、これあの大根の漬物。おっ、すっきりしてます。なのでインドのカレー、これカレー食べた後にちょっとすっきりさせて、ちょっとお口直しのような。そうそう、一緒に食べながら口直しに。カルマです。いいことしたらいいこと返ってくる。それがカルマです。いいことしたらいいこと返ってくる。因果応報。悪いことしたら時間かかるかもしれないけど絶対に悪いこと返ってくる。おお、ちょっと引き、なんかちょっと背筋が伸びますね。お前に代わりだったら何になりたいのか、そういう人生。私の実家の犬です。実家の犬。うん。すんごい可愛がられてるんですよ。ここにこうつけて、でこういただきます。右手だけが難しい。人差し指に力い。なんかさっきよりちょっと上手くなった気がします。いや、もうだな。ありがとうございます。ジェニーさんの顔なんですよ。ジェニーさんの顔なんですよ。ジェニーさんの顔なんですよ。もうインド人はこの顔見たらもう一目惚れ。ここなんですよ。もうジェニーさんマグネット。マグネットがついてる。マグネット、こういく。ああ、そうですか。あのインドの方がもし見てくださっていたら、ちょっとメッセージ言いたいんですけど、はい、なんでインド、見てくださってるインドの皆さん、ありがとうございますって、なんて言ったらいいんですかね。サビログエジョ YouTube देख रहे हो उनको सबको मेरा नमस्कार मैं खजुराहो से हूं कभी खजुराहो घूमने आइए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच レベル高すぎました。ちょっと真似できないですが、今のちょっともうゴータマさんので、ちょっと伝わりましたでしょうか。ありがとうございました。ゴータマさん、ダンニャワード。ダンニャワード、Thank you very much。 はい、では皆さん、その辺のアジアをよろしくお願いいたします。来週も見てください。来週心より待ち申し上げております。皆様見てください。ヤッホー、ダンニャワード、イエイ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 、ヤッホー、イエイ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 、この辺のアジアよろしく。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。